点入った時のあの盛り上がり感は自分でもちょっと震える感じでした。点決める感覚を思い出した感じで、試合勝ち負けってよりそこはまず嬉しかったですね。その思い出したっていうのが、この感覚っていうのがすごい自分の中ではでかかったなと思います。シーサースはだいたい小学生ぐらいの時から得意なプレーだったなと思います。よく練習でお父さんとやってたりしてたので、それがもう染みついちゃってる感じです。なんか自分の中でのタイミングっていう、タイミングをずらすとかタイミングを合わせるっていう感じのシーザースです。なんかシーザースしてるうちに相手がずれたらそっち左行こうとか、左にずれてくれたら右に行こうっていう考えてる最中にやったりします。後ろから来た25番の選手が取りに来ると思って、まあもうペナに近いし仕掛けようっていう気にはこの時になって、この時は縦に行こうとしたんですよ。24番なんかケアするだろうなと思って縦でえぐってクロスっていうのをイメージしたんですけど、ちょっとステップしたらもう完全にずれちゃったので、もうそのずれた瞬間にはもうシュートっていうイメージでしたね。自分的には練習でもこの角度から打ったりするので全然難しいとは思わなかったんですけど、今見るとまあいいコースには行ったなとは思います。相手関係なしに言ったら、まあ、点入ってるから100点でいいんじゃないですかね。練習通りですね。びっくりしました。自分でも練習後にやってる七海さんとのシュート練習よくやってるじゃないですか。こういう浮き球のこぼれのボールを七海さんが出してくれたりするんで、もうこの時にはもうそのボールだと思ってすごい落ち着いて打てました。この時はもう感覚ですね。こぼれてくるとこが変に動きすぎないで残っていればボールがこぼれてくるかなっていう感じだったので、それが本当にうまくこぼれてきてくれたなとは思いました。みんなが競ってくれたからここにスペースが空いたっていうのもあるし、もうみんなのゴールだなとは思います。2点目の方が嬉しかったですね自分の1点目の方が自分の形ですごい嬉しかったんですけど、チームの勝利に結びついたっていうのが一番嬉しかったなと思います。